ナマンダブツ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 。今日は2024年の1月12日です。あさって御正気の法音講を務めしようということで、今眞子さんのお掃除してくださったのがちょっとまあフィニッシュしたかなというような感じですね。日曜日に御正気の法音講ということでですね、お勤まりであります。でお勤まり終わった後に仏教総年会の総会と、それからまあ懇親会は要は飲み会ですを行うというのはそういう予定ですが、土日は非常に寒いのであると。まあまあありがたいことに土日明けたらまた暖かくなるようですけども、そういった予報なんですけども、寒いんか思ったらね、寒いんか思ったらやっぱりどうしても今は能登半島沖地震が非常に気になってまいります。被災者の人たちどんな生活をしておいでになるのかということはこれ心配でなりませんけれども、まあ、心配でなりませんかどうかわからないな、ごめんなさい、ちょっとカッコつけたな、よそごとなんかも、所詮他人事なんかもしれませんが、やっぱり気になりますね。で、今日そういう中でやっぱ朝ラジオ聞いとっても感染症の広がりが怖いということになります。まあね、今やったら毎年のことインフルエンザの季節ですし、それからコロナウイルス、あれもなんか型が置き換わってて、でオミクロンとかそういうのではもうなくなってって、で、それは今ちょっと感染力が強いものであるということですから、どうしても集団生活を余儀なくされますから、やっぱ感染怖いですよね。集団感染していかれる可能性が高いんやないか思うとやっぱりちょっと心配ですね。それからまあね、こうみんなで暮らしてるわけですから、でどうしてもこう衛生状態が悪くなりがちなん でそうするとノロウイルスがとても怖いということです。で、その時何が必要かというと、もちろんこれ、消毒液なんですけども、消毒液今十分にあるのかなと ね、いうことはこれ大変気になるところですね。ちょっと前に5日の日に支援物資、まあ、1回目を集めてお送りを、まあ、私は行ってないんですけどしたんですけれども、あの中に消毒液のことは書いてなかったんで、ね、ご門徒に頼んで集めてもらわなかったんですけども、考えてみたら消毒液必要だったかな。だからまさにその、衛生状態残念ながら良くない中で集団生活していかれる中でごめんなさい、消毒液が必要になってきたかなと思って、ちょっと配慮するべきやったかなと、考えれば誰でもすぐ分かることですから、必要やったかなと思っています。で、そんな中で寒い思いして集団生活しておいでになるということを思った時に、やっぱり心配でならんと言ってたらちょっとかっこつけすぎたなと思いますが、心配で、あります。で、そういった状況をですね、やっぱり、皆さんによく知ってもらって、で、なんていうかね、何が必要なのか、ということを知らせてもらうというようなことはやっぱ大事だと思うので、で、昨日の話の続きをちょっとしますと、やっぱりその西本願寺 のサイトの中に CNN みたいなものがあってもいいのではないかという提言ですね。CNN、世界中にいろんな人が言い張って、世界中から、今だったらスマホかなで録画して、で、報道をしてくださる。だから、すごい訛りの強い英語でですね、世界中のことがリアルタイムで分かっていくっていうことがあります。で、私が CNN、 ごめんなさいね、 CNN の、ね、こう報道を見て、やっぱり今一番やっぱ印象に残ってるのはやっぱガザ地区の話かな。20年前ほどではないと思いますが、十数年前のガザ地区の、ね、廃墟と化した、なんかね、瓦礫と化したガザ地区の映像を見とって、なんかね、こう人が殴られとってるかな、そういう映像がですね、なんか思い出されてきてね、もう十数年前、20年近く前の画像やから詳細まで覚えてないんですけどね、なんかこれはガザ地区か思ってね、でそれちっとも変わってませんから辛いもんやなと思います。生の映像を見るっていうことは必ず
精神衛生上いいわけではないですけれども、しかしやっぱり、西本願寺の御門徒の立場から、お寺さんの立場から、そういう立場から被災地の状況がどういったことになっているのかということを、知らせてもろて、で、何が必要なのか、どうしたらいいのかということをやっぱり、お寺の立場から、浄土真宗本願寺派の立場から、知らせてもらういうこともやっぱり考えられてもいいのではないかと思いますし、で、もう一回、また同じことを違う動画の中で申したようなことですが、やっぱその時に救援活動のセンターとして吉崎別院が利用されたらという提言、これは私が言うてるわけじゃないんですけども、ある方が提案してくださったのですが、それはその通りかなと思います。そのためになんか別院機能というものがあるように思いますので、そしてそのことによって吉崎別院がやっぱり社会に認知されて誤字できていったらというようなこともその方は考えておられると思いますので、やっぱり大事なことなのかなと思います。で、まあ、しかし実際には本当はまあもっと各お寺単位で地域の避難活動、救援活動のセンターに、お寺が全てその拠点になっていったらっていうようなことも、まあ、理想的には考えられるんですけど、考えられますね。これは東日本大震災の時に被災地であったところで、お東のお寺の話なんですけども、お東のお寺のご住職が、まあ、兼職をなさっていまして、市役所の職員さんであったと。で、その東さんの大谷派のご住職は、東日本大震災起こっているその、ね、その直後ですから、もう数日家に帰れんぐらいの形で、職員さん、市の職員さんとして公務員さんとしての役割が強くあるので、もうあんまりお寺に帰れるような状況はなかった。で、高台にあったので、ある程度、まあ、被害ゼロということはないと思いますけれども、被害をある程度免れることができたお東のそこのお寺さんにたくさんの人が避難しておいでになって、で、まあ、言うたら棒守さんが中心になって、その避難してきはった人たちを支えておいでになった。こういろんなものをインターネットで見ていきますと、そこの東のお寺さんだから、人里からある程度離れているようなところやから、ここの滋賀県の集落のど真ん中にあるような寺と違って建坪かなり大きいですわ。で、本堂があって、そして、まあ、なんか書院とか門徒会館みたいなところもあって、あ、こうでっかい寺、本堂がすごくめちゃくちゃ大きいとは見えなかったけども、そういう周辺施設というのかな、お寺の施設としてはかなり広い間取りやなと思って見ていましたん でそこで避難する人が集まっていかれるということは、これ非常に良いことやなと思いました。で、随分たくさんの人は随分長いことお寺で住まわれたようです。で、その時に、坊守さんが、これなんで知ったか言ったら、 NHK の心の時代のこれをの文字起こしをしたサイトが今昔はあった、以前はあったんですけども、今はなんかそれがやっぱり著作権の問題かなんか知らんけど、 NHK の心の時代と NHK の宗教の時間の文字起こしをしたサイトがあったんですけど、それなくなったんですけど、私はその文字起こししはった、それをずっと読んでいったら、やっぱ坊守さんが随分長いことその被災避難しておいでになった人の世話をしておいでになった、でそれがまあ可能であったということでもあるわけだけども、でその時坊守さん、まあ、一つのリアルな話をしてくださってるんですね。どんなことか言うたら、こう随分長い間その歯ブラシが届かなかったと。で、長いこと歯ブラシが届かなかったんで、そしたら、被災して、一緒に暮らしてはる人たちは歯ブラシ持ってないわけです。で、私も年寄りやがようわかるんですけど、やっぱ歯の間に、若い時には考えられないぐらいね、物が挟まるんで、でもとにかくなんかね、ご飯食べたらすぐ歯磨きしたくなるんですよ、ね、だけどその歯ブラシがないと。
皆さんの中で都市行った人はみんなそのことを実感として知ってはると思うんですけど、歯の間にいっぱい物が挟まるんで歯磨きしたくてしょうがないと。で歯ブラシがないと。でぼんぼりさんは、こう 被害はもちろんあったと思うけど それほどではなかったらしいんで、だから自分の家で住んでるわけだから当然買い置きの歯ブラシ持ってるんだけども、歯ブラシ持ってるんだけども被災した人たちが歯ブラシ持っておられないので、だ自分だけこっそり歯ブラシ使って歯磨きすることはできるけれども、それをあえてなさらなかったいうことを心の時代の中で読んですごい深い感銘を受けたことがございます。まあ仏教の言葉でこれ同時というんですけどね、同じことで同時というんやけども、これやっぱ大事なことなんかなと思いますね、うん、それは小学校の道徳の時間でよく似たようなことを、ねこう書いてあったあの授業の中で教えてもらいましたけれども、やっぱり同じことをするということはこれ大事なことなのかなと思いまして、でそれやっぱりぼんぼりさんかって自分の歯を守らなければ口腔衛生上良くないと思うんですけども、しかし、やっぱり皆さん苦しんではるのに自分だけ 歯ブラシで歯磨いたらいかんと思わはったっていうことでね、あすごい人やなと思いました。例えばそんな風にして、お寺の人がこう救済活動のセンターを、ね、中心的な役割を果たしていく、お寺がその場所でなければいけない、そういったことはやっぱり確かに理想としてはそういうことになるわけですけれども、だけどなかなかそんな風にはいきません。私かって私自身のことを例にとりますと、今はちょっと家族は伏せていまして、こうやって録画したりする時間ぐらいはあるんですけども、外に出るいうことになったら、ね、外出するいうことになると非常に難しいですね。で家族の誰か他にいる時間があったら、まあ、具体的に言ったら、まあ、学生、まあ、あの私遅がけの子供がいますんで、大学生の子供がいますんで、大学生の子供がいてくれたり家内が、ぼんぼりがいてくれる時間帯だけ外出できるという状況でして、で、まあ、もちろんお参りもしなければなりませんので、なかなか難しい、外に出ていくことがまず難しいですわ。でまあ細かいことなんやけど、なんかこう脱臼しただけでえらいことになってるんで、左手やからまだマシなんかな、そんなもんではなくて、やっぱり体の一部がちょっとでも動かないと動きづらいもんやなと思いますね。まあこちらはまあ大したことないですけどね、まあ、だからやっぱりまあ家族で伏せってるもんがいると、やっぱりそれだけで随分とお寺が中心、そして中心あのお寺が救済活動の、中心であって、でお寺の人が救済活動の中心人物であるべきではあろうけれども、こんな簡単にできるもんではないなということをやっぱ知らせてもらいます。お寺の人間もやっぱり生身の人間ですから、これはもちろんできる限りのことをしていかなければならん、ご恩奉仕ということでしていかなければいけないということは、まあそうだと思いますけども、実際にはやっぱり家族を抱えてて生身の人間として生きてるんで、みんながそんなことができるということではないかと思います。ただやっぱりね、その精神は持っていかなきゃいけないし、それからやっぱりもう一つ言うたら、そういう別院とかそういうところなんかが、まあ、こういう人を集めることができますから、で動ける人が集まっていくことができますんで、やっぱお寺が精神的な支えであり、そして具体的に救援活動の、センターである、それやっぱお寺といっても各お寺も、まあ、できたらいいわけですけど、もちろんできたらいいわけですけど、やっぱり別院とか直属寺院とかがそういうセンターになっていくいうことが大事なことなのかなと思います。毎年通例やったら、9日の日から御所基本校を務まってて、その9日の日に、全国の全教区の教務所長会議が行われているはずです。で、その際に、こう西本願寺としてどういう救援活動をしていくのかということを、まあ、全国の教務所長会議ということは、まあ、幹部会議ということだから、そこにおいて、大枠が決定されていると思いますので、
これから具体的な指針が出てくると思います。その中でですね、社会にエンゲージする仏教っていうことが、まあ、浄土真宗とかやっぱ在家仏教だから、そう言っていいのかな、それが必要なことやなと思いますんで、これからですね、どんな形で西本願寺が具体的な案を出していくのかなということは、これ非常に気になるところですね。まあ、しかしそこでやっぱお願いしたいのはこれ、物品の、そういう、こう支援とかそういうことはこれとても大事なことで、まず生きていかなければなりませんから、栄養状態が良くて歯ブラシがあってですね、そして、こうノロウイルスとかそういったものの感染を防ぐということはこれまず、初発には大事なことになると思いますけども、やっぱり能登、半島であれ新潟県であれ富山県であれ、やっぱあの浄土真宗の土壌が非常に、真宗王国と言われているような状況だから、やっぱり、そういうこうご講義を聞いていただくということが初発にはサバイバル系やと思いますが、サバイバル系の支援が大事かと思いますが、やっぱりね、ご講義を聞いてもらうということが大切なことかなと思います。そしてそれをやっぱりまさに真宗王国であるがゆえに、被災地の人も求めておいでになることかと思います。まあね、そんなわけですから、教務所長会議の結果どんなものであるかということは、私の力ではどうすることもできませんけども、やっぱみんなできるところから、可能な形でもってやっぱり支援活動ということが、ね、進められていったらいいと思います。今日は話はこれで終わります。